はい、サトシとひろゆきのバリカタ TV 外伝の時間ですよ、パチ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 。またまたですね、はいはい、先週に続きまして、はい、練習の後なんですけれども、はい、なんか好評ですね。もういきなり小川さんのファンが人気が、ね、ファンの皆さんに支えられて、そんなことない。なんかね、はい、先週のやつなかなか視聴回数も伸びてるみたいですね。先週何話しましたっけ。何話しましたっけ。先週はあ、そろそろ合術じゃなくて柔術やろうねみたいな話をしておりましたけれども、いや私はですね、はい、実は昨夜ですかね、はいはいはい、猛烈な歯の痛みに襲われまして、虫歯ですか。いや、あの一応歯医者に行ってたんですけど、はい、どうもその歯医者さんがあの見逃していたみたいなところで、ちょっと可能してたんですけども、はい、痛いところを直したとか違うのか、はい、ちょっとあのその辺ちょっと消毒ちょんちょんとしただけで、あと薬痛み止め飲んどってくださいねみたいな感じで返されたんですけど、実は昨日あまりの痛さにですね、夜中の1時ぐらい、1時過ぎぐらいに、はい、あの24時間 の、 あの診療がやってくれる歯医者があるんですよ。はい、空港の方に。昨日あんまり夜痛くて寝れなくて、ちょっとこの痛みは尋常じゃねえぞとか思って、でそこ電話して、相手は今からいいですかみたいな、行きますとか言って行って、はいはい、もう男の60分一本勝負。長い治療。長かったですか。60分ぐらいありました俺の治療。長いですよね。奥歯ですか。奥歯です、うん、でそこで見てくれた歯医者の先生が、はい、歯医者行ってなかったんですかって言われて、うん、いや行ってました。行ったばっかりです、ね、行ってましたよ、はい、先週行きましたよと、はい、いやもう切開しますよとか言って、マジですかとか思って、可能してたのかな。可能しとってそこを切開していただいて、はい、でギャーンとか言って、麻酔俺あんまり効かないんですよ。はいはい、きついですね。で我慢だとか思いながらも、なんかもう断続的にですね、もう新住のエルボー食らった時と同じ衝撃が、うわ新住のエルボーとか思いながら、ずっとそれでごまかしとった。なるほど。新住のエルボーとか思いながら。いつの間にか、ニズミこの野郎とか思いながら、ニズミ憎しになってしまいましたね。まあそういう感じで、60分一本勝負ぐらいですかね。はいはいはい、で、今日、まあだいぶそれで良くはなったんですけど、うん、まあ今日、例えばですね、はい、川崎くんが来とって、ブラボーチョークされたらどうしようとか。川崎のブラボー、川崎くんのブラボーとか思いながら、あれ食らったら俺泣くかもしれんと思って、今日なんかこうこの辺グリグリされたら俺泣くぞとか思いながらですね。原因は川崎くんじゃないですか。あ、そうかもしれない。先週の川崎くんのあのグリグリでグリグリでちょっとこの辺なんですよ悪いの。なるほど。この辺グリグリやるときは川崎くんだよ川崎くん。という感じでですね、はい、なかなか寝てないですね。あんま寝てない。寝たの4時半ぐらい。大変ですよ。いやー皆さんね、あの歯の治療は大事ですよ。定期的に行った方がいいです、はいはい、やっぱ切開とかされるとたまったもんじゃないです。痛いです、ね、痛いです切開は、はい、そういうわけでですね、はい、まあ、何の話か分かりませんが、ちょっとですね、はい、この、 あのバリカタ TV 外伝をご覧の皆さんにお知らせがあります。はい、ででーん、ほら、ね、あの8月の21日なんですけど、これ土曜日ですね。はい、九州木山、木山ですね。佐賀県。はい、佐賀県木山町総合体育館でですね、まだエントリー受付中です。2回目のエントリーが明日、はい、12日までです、はい、はい、明日締め切りだそうですので、うん、あのせっかく柔術をやってるキッズの諸君、ぜひぜひエントリーして己と戦ってみてください。ね、俺は昨日歯医者さんで己と戦いました。60分一本勝負。はい、で21日土曜日、はい、で大人がですね、大人が3つあります、はい、アダルト、マスター、脳技、うん、ですね、3部門ありますのでですね、はい、これが22日の日曜日、日曜日が、翌日ですね、はい、はい、同じく木山町総合体育館というところであります。これまだエントリーはまだ受付中なんですね。そうです、これも明日2回目、最終締め切りは8月まであります、はい、8月12日で、はい、明日が2回目の締め切りです、
日にちを間違えないでください。キッズが21日土曜日、はい、で大人が22日日曜日という2デーズになってますので、はいはい、これをよろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。ということで、まあ、かなり歯の話からいきなり大会の話というね、何の何の脈絡もない、はい、ということで今週のさとしとひろゆきのバリカタ TV 外伝でした。またやると思います。さようなら。